残るチャンスはあと2回。そこでもう一度3人で挑戦することに。中距離走に自信のある勇気と沢亮に馬越が加わる。1人 400m、 今回初登場の馬越がどこまで踏ん張れるかが勝負の分かれ道か。全速力で全部いけるのってやっぱ 300m あたりなんですよね。だから本当最後の 100m、 あそこの曲がってからね。そうなんですよ。そこがいかにこう体力残してペースを落とさずにいくかなんですよね。さあ再び3人でバトンをつなぐ4度目のチャレンジです。まもなくスタート。スタート。さあ今勇気が駅を飛び出していきました。中距離に強い勇気、序盤で大きなリードが取れるか期待の走りです。さあ駅を出て北上、緩やかな上り、ここで一気にリードを広げたい。3人リレーで挑む4度目のチャレンジ。さあ第一走者勇気が順調にリードを広げている。陸上選手を思わせる素晴らしい走りです。さあここでトロッコ列車が今ゆっくりと動き始めました。だいぶ差つけたことがね、精神的に楽になってきたね。さあ勇気のスピードは全く落ちていません。徐々にトロッコ列車がスピードをここで上げてきました。まもなく馬越が待つ 400m のリレーポイントに入ってくる。はいぞー、頑張れ。さあ今回初登場の馬越、体力はしっかりと残っています。快調に飛ばしていきます。さあトロッコ列車はまだスピードは上がってきていないか。リードをキープしている。4度目にしてこれまでで一番大きなリード。いいペース、いいペース。北田からも応援が入りました。さあその背後から、背後からトロッコ列車が迫ってきた。このままリードしてバトンを渡したい。ラスト上げて、上げて、上げろ、上げろ、さあリードを保ったまま半分の 600m 地点を通過。曲がったかな、今曲がった、今曲がった。まもなく沢亮の待つリレーポイント、ラス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 ト、ナイスラン、サウナ、リカー。さあ残り 400m、 列車が見えない中、沢亮はどんな走りを見せるのか。やべえ、もうすぐ。まもなく列車は駅に着いてしまう。絶対間に合う。沢亮は自らに喝を入れました。メンバーもホームで沢亮の到着を待ち受けます。じゃあ今最後の直線に入った。残り 200m を切りました。見えた、来た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 、頑張れ、万歳、頑張れ、万歳、万歳。さあ最後の直線、懸命の走り、ここで残り 100m。 さあ駅の中に入ってくる。扉が閉まりました。タッチの差で神伝説達成ならず。寸前まで見えていたゴール、しかし列車とのタイム差は7秒。確実にタイムは上がってきているが、これが限界なのか。残念だったね。ね、頑張ったのにね。あとちょっとでした。本当ね。一人の女性が声をかけてきました。実はこちらの女性、ゴールの阿蘇白川駅で喫茶店を経営している木崎さんです。店もね、3年目でやっとちょっとこう上向きになってきた時に地震が来て、ドーンってもうお客さんなくなって、観光客の減少で厳しい経営状況。そんな中、木崎さんは僕たちの走りを応援してくれていました。もう大歓迎ですね。やっぱりこうそうやって南阿蘇の方をなんか幅広く知ってもらって、もう来てほしいです。心強い地元の方々の応援、それは木崎さんだけではありませんでした。
僕たちの挑戦に気づいた人たちがゴールの阿蘇白川駅に集まり始めたのです。応援してくれる皆さんのためにも必ず達成したい、改めて強く思いました。残り1やそうや、ラスト1本ですよ、ね、次でラスト1本やけん、もう達成絶対せないかん、どうします？4人で、もう4人で行くことにするか。そうやな、3人でやったら多分限界が、もうこれ以上タイムは縮まらんと思う。達成することに意義がある。最後はメンバー4人で挑戦することに決定。走るのは北田、岡、沢良、坂田。レース直前、元が沢良に何かを手渡した。何すかそれ？湧き水を汲んできたんだけど、スタート駅近くにある白川水源、南阿蘇の人気の観光スポットです。日本の名水百選にも選ばれた美味しい水が毎分60トンもの勢いで湧き上がっています。美味しい。苦しい時にこの水を飲めば力が湧くんじゃないかと思い持ち帰っていたのです。いただきます。いただきます。天井下行くぞ。しゃー